子供と大人の狭間にいるっていう話をして、21歳ではない子供っぽさだなって思う時があったり、私がね初めておばさんって呼ばれたのが21歳の時素敵な女性になる、なりたい、そんないきなり大きな、私だって知りたいよ。でも誰か教えてよ、もう遅いわ。なんだろう、大人にすごく今自分が、前も会長と話した時に子供と大人の狭間にいるっていう話をして、結構それで最近すごく悩んでて、あ、私今子供っぽいなって、なんかでもいい子供っぽさじゃなくて21歳ではない子供っぽさだなって思う時があったり、でもって言って21歳って何なんだろう、大人っぽくなるものなのか、でも可愛げがなくなっては嫌だし、あのね、私これ続けていいのか、私がね初めておばさんって呼ばれたのが21歳の時、あのね外苑前で昔バザールっていうのやってて、あの並木道にバーッとあの店が出て大きいイベントが年に1回で、そこのねバイショップかなんかでアルバイトしてて、でその時はあの、なんだっけ胸当て の, ショー、あのデニムのホットパンツっていうのかな、あのちょっとおしゃれな T シャツ着て、で足むき出しねホットパンツ履いて、で可愛くしてて、でなんか言ってて おじさんっぽい人が買い物になんかの話の流れで年を聞かれたのよ、で21って言ったら、なんだおばさんかって言われたのが私の21って、なんか高校生とかだと分かりますけど、ね、高校生から動画だったからきっと16、7、8に見えたんだと思うんだよ。それで21って言ったら、なんだおばさんかって、この言葉はきっともうレコーダーに残ってて、21、おばさんかわいそうだね21歳おばさんかって言われたよ。いやでも16だった時は21はちょっとおばさんかなと思ってたんですけど、21歳だとね、おばさんって30くらいだね、で30になったらまた30になったらむっとおばさんって言われたらむっとくる。でも心は一緒な感じがするんですよ。まあだからあのそういう、まあ分かんないけど物差しみたいなのはあったとしたら、やっぱり人の物差しって全部違うから、もう自分の物差しでいいんだと思うのよね。だから21が若いとか子供とか大人とかね、大人じゃないっていうよりは、まあ、どういう形が素敵かなっていうのを、なんか目標をイメージ作った方がいいと思うね。で私が思うのは、人間って大体こう基本的には年取りたくなかったり、老けていくの悲しくなったり、残念、まだまだ早いけどでもね、もっと16ぐらいの子と一緒に並ぶとね、老けた感じがするし、人間って贅沢だから、そうなんですね、わがままだから。でじゃあどうしたらいいかっていうと、私がまあこういうあのタレント事務所のマネジメントっていうのをずっとやってきて思うのは、若い時とか過去の時代にしがみついてる人の方が老けてる。あそうっていうのは、あの面接に来るでしょ、で、今はまあそんな、まあ、全体が世の中子供っぽいからそんなないんだけど、まあ、ちょっと昔はね、みんな面接に来るからもう張り切ってメイクしてくる、でそのメイクを見て年聞かなくても大体年が分かるんですっていうのは、その人がもう一番輝いてた時代のメイクのまんまでいるから、このメイクも5年前に終わってたなと思うと、この人はその時代が一番好きで、その時の自分が一番好きで、そっから5年10年経ってもその時のままでいると、外の人から見るともう古いっていうか新鮮じゃない。で大事なのはいつでも新鮮であること、若いとか若くないじゃなくて新鮮であるってことが、まあ、こう仕事あの商売人としては、
大事で、あの21でも新鮮ならいいのよ。そうですね、うん、私もこの間高校生に見られたいって言って、うんうん、高校生、うんうん、私の時の高校生をイメージした髪型をしてたらやっぱりフレッシュじゃないなってよくわかった。そうだ、そうだ、今の私のフレッシュな、うん、確かに、うん、でじゃあ何がいいかっていうと、まあ、この間言ったのもあの、まあ、一歩先で、そしてなおかつ洗練されてて素敵な人であるようにっていうのを目指した方がフレッシュに見える。例えば分かんない25の時にどんな素敵なレディーになってたらいいかなっていう思いで、あのそれ洗練されて磨かれて、それで年聞いて、あ、まだ21なんだ、あ、若いね、フレッシュねってなるじゃない。30なのに25のふりしてる人とどっちが素敵に見えるかなっていうのが、まあ、私の考え方。そうですね、うん、そうするとやっぱりあの目標、あの年齢のこともあるけども、やっぱりこう本を読む力、映画を見る力、うん、やっぱり目標はちょっと高く先に定めといて、そこにどれだけ追いつくかっていう、うん、そういう意味では目標は贅沢にした方がいいと思うね、うんうん、この辺の手軽なところでとどまってるとあ、なんだか古びてみたいなね、なんかこうちょっとバーゲンセールみたいに見えちゃうといけないなって、ね、あとなんかこの辺でなんか終わらせると、うんうん、なんだろう、オリジナルのものっていうんですか、うん、なんか広い、うんうん、ものを見た方が、うん、なんだろう、自分を見つけやすい気がするなと思って、なんかこの辺だとこの辺の中から自分に合いそうなものだけど実際合ってないものを見つけちゃいそう。よくわかってるじゃん。そこまではできてる。でもどこから始めようかみたいな感じになって、やっぱり視野を広く、まあ、私なんかも若い時からいっぱいいろんな先輩にやっぱし いろんなものを見る、うん、いいものを見るって言われて、その時はまあその言葉としては理解できるけど、やっぱだいぶ手遅れになってから、うん、意味が分かったってこう遅いわけですよ。だから早めに気づいた人がすごい人なんだなって、若いのに早く気づく人っていうのはすごいなって、うん、なかなか気づかないんです人間は。今でも若いと言われるけど、もっと早く気づいたくなかったな、うん、いやまだ大丈夫。この間ちょうどそのなんだっけレッスンで、あのエチュードでやばい、とやばいしか出なかったんです。やばいっていうのは、まあ、すごく感覚的にはやばいっていうのは一番その時の気持ちにフィットするだろうけど、でもそれではね、それでずっといたらもう鮮度なんか全然ない、もうその時点でもう古いっていうか、もう終わってる感があるから、もっと豊かにする言葉、イメージ、それだけでも全然顔つき、やばいって言葉を普段頻繁に使ってるのと使ってないのでは1年後の顔つきが変わるはずだよね。そうですね、やっぱりエチュードで出てきたってことは普段それしか言ってない、うん、言ってないってことだよね。で他に思いつかないっていうか、そう思いつかない、まあ、もう貧しいっていうか、さっきさ、これだけ見てちゃダメとか言ってたくせに多分やばいしか見てない。そうだからもうちょっと違う表現、うん、だからそれにはやっぱり 本言葉がいっぱい出てくるから、で好きな言葉、なるべくちょっと使ってみるとか、やっぱり映画を見るとかね、うん、それのしかないと思うのよ。いろいろな場面でやっぱりこの仕事、うん、感想だったり、うん、インタビューで、うん、言葉を求められるじゃないですか、うんうんうん、その時に本当に焦って、うんうん、どうしようみたいな、でやっぱり、うん、やばいマジでみたいな、すごいしか出てこなくて、もうねそれこそダサいって感じで、あとから違うなんかちょっと、まあ、5歳ぐらい上の人がインタビューしてるの見て、うん、なんて素敵な、うん、あそういう考えがあるんだって、うん、でもやっぱりその時に
思い浮かばないってことは、普段毎日その時なんか思いつくわけがない。やっぱりただでさえ緊張してるし、なんかいいこと言わなきゃって雑念だらけだし、余計頭働かなくなるってことは日頃、まあそれもお芝居も同じで、その時だけ上手にやろうったってできない。もう何も考えなくても自動的になるようにっていうのも日頃しかないよね。やっぱりなんかご飯食べても、うん、やばっ、うん、って感じになっちゃってるのが分かった分かった分かった。だから今日の食事はヘップバーンになって食事してみようって言って一食そこまで会話しながら、その、友達との食事最初から最後までか、まあ、もしくは1日ヘップバーンでいる、うん、ヘップバーンやばいって言わないと、もう、でもし言ったとしても可愛いと思うのよ、あの人から言えば汚くならない。もっと持ってるからこそのヤバいが、そうそう、もともと品がいいし、ちゃんとあの綺麗でエレガンスだから、そこでヤバいって言ったら、あ、なんか可愛いって思うけど、普段ヤバいヤバいヤバいって思うのに、待たないよ、そこら辺にハイテスってことをしても飽きたっていう。いや、もっとこっちの気持ちを引きつけて欲しいわけじゃない。やっぱりそれはやっぱ自分から良くなって発信するっていうこと で、うん、でマリアなんていうのはやっぱりあのアメリカのお父さん、日本のお母さんっていいとこをダブルで持ってるわけです。そうですね、うん、でも本当にでも母親の前でヤバいは逆に使ったことがなくて、うん、使うと怒られる。僕は、うん、えらいちゃん、ま、やめなさいって。そうそうそう、えらいえらいお母さんえらい。なんとかでさ、なんとかでさ、もうやめなさいって言う、うん。そう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 。戻ればいいんだから。子供の時戻ればいいね。母の。もう、まあ仲間といてね、突然そんなになったら変に思われるかもしれないけど、うん、まあ。でも私はこう決めたからって言っても、うん、その自分を認めてもらうって、あんたもついでに直した方がいいわよぐらいな、うんうん、それじゃあ仲良くできないっていう人だったら付き合う仲間を変えたっていいぐらいじゃないですか、うん、言葉が綺麗だとあの顔の表情も綺麗になって、うん、使う筋肉もね、やばい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 って言ってる顔と、うん、とても素敵ね、綺麗ねって言った時で違う、だいたい口角の上がり方が違うでしょ。だから顔の筋肉だってそういう習慣をつければ、普通なんか1年経ったらあれなんか綺麗だったね、どうしたのってなると思いますよ。あの何をどうするとかね、うん、じゃなくて時間かかるから、うん、人を見た目で判断しないっていうことは私結構信用し、それを聞いて思い出したんですけど、うん、あんまり信用してなくて、うん、あんまり、でも確か人を見た目で判断しちゃいけない部分はあるけど、中から外に見えるものって確かに今聞いてあるなって思って、うんうんうん、そう、あのそれをごまかせない、ごまかせないですよね、うん、その人の見た目の見た目の何で判断するかっていうね、うん、持ってるバッグの値段で判断するのか、うん、それとも話している時の仕草表情で判断するのか、なんとなくこうオーラなのか、うん、まあ何で判断するのかね、うんうん、そうですね、あの動画が21歳の時に撮ったもので、今私は23歳に最近なりまして、素敵な女性になったかと言われたらちょっと自分ではどうかは分からないんですけども、あれから会長と話してたくさん本を読んだりたくさん映画を見ることによって自分の中で自信がついたなと思っていて、その自信がどこかで魅力として出ていたらいいなと思っています。今まではそのインタビューまでは友達とマジでとヤバいで会話できるくらいだったんですけども、あえてヤバいって言いたい時に何がヤバいんだろうって一回自分の中で考える癖をつけようと思って、なるべく
なんか自分の心の中でやばいって言った瞬間、はいアウト、はい言い換えようっていう感じで、一回言っちゃったとしても何がやばいのかってそのあたりもう一回言うことを自分の中で心がけるようになりました。今後の抱負としては、誰からも信頼される女優、女性になりたいと思っています。その理由としては、やっぱり人前に立つお仕事なので、まあ、今後あの女優さんにのようになりたいなだったり思われることもあるだろうし、一緒にお仕事をしていく人とも、あの女優さんとまた一緒にお仕事したいなだったり、この作品見てみたいなっていうことが今後増えるように、人に信頼される人になりたいです。そのためにも美しい言葉を心がけていきたいなと思っております。